私はパニコ、25歳。建設関係の仕事で、事務兼営業をしています。実は私、中学卒業後に働き始めたので、結構ベテランなんですよ。半年前に結婚もして、今は幸せの絶頂。とは、いかないんですよね。夫の淳は5歳年上で、有名大学での、いわゆるエリート公務員。今は亡き義父も公務員をしていたとかで、エリート一家育ちなんです。出会った頃の淳は学歴をひけらかさないとても素朴な人だったんです。そう、出会った頃はね。おいパニコ、飯はまだか。仕事が終わって帰宅した私に、淳はお帰りなさいの挨拶代わりのお決まりのこのセリフを言ってくるんです。結婚後まるで人が変わったみたい。すぐ作るわね。レトルトや惣菜は出すなよ。わかってるっての。結婚後レトルトや惣菜の使用をすべて禁じられてしまい、作り置きを冷凍したりと工夫していました。学歴がないやつは容量悪いよな。容量悪いな。本当に容量悪かったら帰宅後15分以内にご飯が食べられるわけないでしょ。そう反抗してやりたいけれど、言ったところでぐちぐちと言われて長くなるだけだから、スルーしてやり過ごしています。しかも結婚前はおとなしかった姑が、結婚半年を迎えた瞬間、本性を見せてきたのです。それは姑の誕生祝いをするために義実家を訪れたことがきっかけでした。すでに夫の本性を知っていた私は、姑にすがるような思いで義実家に行ったのに、そこでさらに希望を失うことになっちゃったんです。嫁のくせに義実家に寄りつかないなんて、いい度胸じゃないの。こんにちはの代わりに浴びせられたのがこれ。この親子はどうなってんだ。ご無沙汰してしまって申し訳ありません。教養がない人は嫁としての自覚もないから困るわ。中卒だから仕方ないだろ。こいつら、私の怒りはすでにマックス状態。あら、怒ってるの。学がない方は怒りをコントロールすることもできなくて大変ね。嫁なら目上の相手に何を言われても我慢するのが常識よ。こっちはわざわざ時間を割いて、あんたみたいなやつがこの世に登場してしまった日をお祝いしてやんだから、黙って祝われてろって気持ちは。我慢我慢。ほら、ぼーっとしていないで洗濯から始めて。え？それから食器洗いに庭の掃除、ああ倉庫の片付けもあるわ。それに買い物と草むし。ちょっと待ってください。今日はお誕生日のお祝いですよね。年末大掃除かなんかと間違ってませんか。はあ、あなた何言ってらっしゃるの。あんたこそ何言ってらっしゃるのかって聞いてんだよ。あ、いや、その、だから、私はお母様の誕生日をお祝いしに来たんですよ。確か6時。ちょっと、レディーに年の話はしないでちょうだい。嫁なら自ら率先して家事をしますっていうものでしょ。待てど暮らせど、あなたから何の連絡もなしで呆れるやら情けないやら。ごめんよ、ママ。ママ？あつしちゃんは悪くないのよ。あつしちゃん？結婚前はお母さんと淳呼びだったのに、私は完全に騙された感でいっぱいでした。底辺をもらってやったんだから、義実家の家事は全てしなさい。それが常識です。はあ、姑に対しても隣で味方を得たみたいに、にやつく夫にも怒りの感情しか持てません。それなら私帰らせてもらいます。はあ、教養がない女なので、義実家の家事をすべて行うなんて常識、存じ上げません。教養がある方は大変ですね。先に生まれただけの姑にペコペコして、義実家の家事までしなきゃならないんですから。教養のない私には、とても考えられません。非常識な嫁で、悪うございました。どうぞ教養のある嫁でも迎え入れて、負の常識を受け継がれてくださいな。私は離婚上等で、本音をぶちまけてしまいました。
やっぱり底辺はお下品ね。でもそんな異性が続くとでも思っているのかしら。あなたが働いている会社、今井さんが親方さんよね。え、それが何か？離婚ではなく親方の名前を出すなんてどういうつもり？今度高層マンションの建設を任せられているんですって。あの責任者があなたの失礼な態度を知ったらどうなるかしらね。夫の家系は地主でもあるので、いろんなところに顔が利くとは聞いていました。でもまさかそのことを持ち出すなんて。この野郎、私を脅そうってんだな。私はただ嫁として当たり前の常識をあなたに身につけてほしいだけ。どう？私から学びたいでしょ？ね、はい。親方に迷惑をかけられない、だから受け入れるしかありませんでした。家事を丸投げするならまだしも、掃除機のかけ方がなってないとか、出汁の取り方が違うとか言われっぱなし。しかもその日から姑は頻繁に私を呼び出しては家事をさせるようになり、私は疲労困憊状態。さらに調子に乗った姑はあるものを私に渡してきたんです。数日後、あなたも嫁らしくなってきたから、そろそろ認めてあげてもいいわね。認めてもらわなくても結構ですけどね。なんて言いたいけれど、親方の顔が浮かんで言い返せない。ありがとうございます。あなたには嫁の掟10か条を暗記してますますいい嫁になってほしいのよ。な、何ですか10か条って。これよ。姑は1枚の紙を渡してきました。そこには、嫁というのは家事をすべてやるものだとか、姑の言うことは絶対とか、まあ一言で言ったら嫁いびりを容認してねってことが書いてあったんです。こんなの受け入れられるかっての。マンション建設も着工したのよね。何か不具合があったら困るのは誰かしら。ねえ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 、人の弱みにつけ込みやがって。その日も姑にぐちぐち言われて疲労困憊で義実家を出ました。でも家に帰ってもぐちぐち言ってくる相手が夫に変わるだけ。つかの間の休息として、私はカフェに入ってバケツプリーを焼け食いすることに。あー、美味しかったいい食べっぷりね。バケツが空になったのを見計らったかのように、一人のご婦人が話しかけてくれました。え？どこかで見たことがあるような。よかったらもう一ついかが。私も食べたくなったけど、コーヒーでお腹いっぱいになっちゃったの。食べきれそうにないからまだ手をつけてないわ。よかったらどうぞ。やった、ラッキー。それじゃあ喜んでいただきます。でもちょっとくらいは食べられます？そうね、一口くらいなら。それじゃあ最初の一口を食べてください。残りは私のスプーンを使いますから、プリンのファーストスプーン入れを体感しちゃってください。あら、そう、それじゃあいただきます。あら、やだ、プルンプルン。嬉しそうにプリンを食べるご婦人に私も幸せになっちゃいました。でもこの上品な笑顔、やっぱり見覚えが。失礼ですが、どこかでお会いしたことありませんか？あら、私のこと忘れちゃったの？やばい、やっぱり知ってる人だった。あ、いや、その、すみません、お上品な笑顔は確かに見覚えがあるんです。でも何分人様の顔を覚えるのが超絶苦手なもので。失礼を承知でお聞きしますが、どちらでお会いしましたでしょうか？いいのよ、思い出さなくても。そんなわけにはいかないよ。ところで、プリンが来る前のあなた、ため息を108回もついていたけど、何かあったの？そんなにため息ついてました？この世の終わりみたいな顔していたけど、プリンで笑顔になってたわよね。
それで私もプリンを食べてみたくなったの。そこまで見られていたんですね。何があったの？誰かに話したら楽になるかもよ。安心感のあるご婦人に、私はついつい姑のことを愚痴ってしまいました。まあ、なんてひどい。それで、その十箇条とやらは今持っているの？はい。バッグの中から忌々しい十箇条を書いた紙を取り出すと、ご婦人はスマホでパシャパシャと撮影し始めたんです。な、何を？いいからいいから。あなたも大変だけど、姑の圧があるんじゃ我慢するしかないわね。ですよね。それで今度はいつ呼ばれているの？毎週土日は来るようにと言われているので。土曜日ね。頑張ってね。陰で見守っているから。ありがとうございます。解決はしていないけれど、誰かに話せたことでちょっとすっきりしました。土曜日、今日も私は重い足取りで義実家へと向かいました。今日は庭の草むしりよ。一本残らず抜いてちょうだい。私が家事をしている間、ついてきただけの夫は姑と仲良く会話を楽しんじゃっています。姑もじっとしていたらいいのに、何かにつけてダメ出しの連発。アイロンをかけたら、ちょっとこのシャツアイロンが甘いわよとダメ出し。昼食を作ったら、我が家の味じゃない、何と言ったらわかるのよとダメ出し。ご飯ももう少し水を増やしなさい、和え物は醤油が少ない、褒める言葉なんて一つも出てきません。底辺のあんたが格式高い我が家に嫁入りできたんだから、その感謝を忘れるんじゃないわよ。まあまあ、パニコに覚えておけっていうのは無理な話だよ。俺たちエリートとは違うんだからさ。好き放題言いやがって。何よその顔。嫁十箇条に姑に反発しないって書いてあったのお忘れ？ああ、そもそも文字が読めない？ごめん、遊ばせねえ、もう限界じゃ。あっと、私が言いかけたとき、夫と姑以外の人の気配がしたかと思うと、あんたたちと、カフェで会ったあのご婦人が現れたんです。え？あ、なんで？あ、お母さん？お母さん？おばあちゃん、なんで？ああ、そこで私はようやく思い出したんです。このご婦人が結婚式の時に一度会ったきりの夫の祖母で、姑の姑であることを。カフェで散々愚痴っちゃった。やばいかも。でもね。あんたらはよそのお嬢さんに、なんて失礼な態度をとってるんだい！と、お姑は一括してくれたんです。嫁としての十箇条を読ませてもらったよ。嫁は義実家の家事をすべてするだ。あんたは嫁なのに、私の家の家事なんて一度もしたことがないじゃないか。それはそれに、あんたが料理のダメ出しをする立場かい。出汁の取り方もわからずに息子にお願いしていたじゃないか。だいたいね、パニコさんのことを中卒だとかなんとか言ってるけど、自分はどうなんだい。ここ中退していたわよね。え、あ、そうなんですか。お母さん、そのことは。え、ママは有名女子大の出身じゃ。あ、いいよ、その勉強についていけずに退学して、花嫁修行という名の無職引きこもりだったあんたを、息子は哀れに思って結婚してあげたんじゃないか。忘れたのかい？あ、覚えてます。そうだったんだ。それに、私だって中卒だってこと知らないのかい？それじゃあ私もあんたも底辺ってことだね。昔は中卒でもおかしくなかったけど、今は違うんです。時代が違うんですよ。そうかい、時代がね。それじゃあどうしてあんたは時代遅れの嫁いびりなんてしてるんだい？え？今時嫁に来てくれる人がいるだけでもありがたいのに、
何を時代遅れの姑風を吹かせているんだい。時代が違うなんて言いながら一番時代錯誤なことをしているのは誰だろうね。まっとも、私は嫁いびりなんてしてる暇がないほど忙しかったからしたことがないけどね。でも今思った厳しく嫁をしつけておくべきだったよね。お母さん、この嫁実家嬢を今からあんたに守ってもらおうかね。それはなんてね、そんなことするわけないだろ。だって私は嫌いな人間を大切な我が家に入れる趣味はないんだもの。そんなパニコちゃん、マンションの件は私が話をつけてきたからもう我慢しなくていいのよ。え？そもそもこの人たちに何かできるわけないんだけどね。だってまだここいらの土地は私の名義だし、いろんな地主と顔見知りなのも私、この人たちが何か言ってきても全部私に筒抜けさ。お姑さん強すぎ。パニコちゃんのところの親方の父親は亡き夫の親友で、マンション建設の予定地の地主は私にベタ惚れしているおじいよ。あなたの言葉なんて誰も聞いちゃくれないわよ。よーし、親方に迷惑がかからないと分かったら反撃開始だ。いしし、あなたたちが私に浴びせた言動は証拠として録音および撮影をして職場のロッカーで保管管理をしておりますので、そちらをもって弁護士に相談の上離婚させていただきます。言えた。長い間言いたかった言葉がやっと言えた。実は私、嫁いびりを受け入れつつもいつか反撃のチャンスが来るかもしれないと思って証拠を記録しておいたんです。な、離婚？俺と離婚して生きていけると思ってるのかよ。まあまあ、大好きなママが私に怯えている時は空気だったのに、こういう時は声が出るのね。今の言葉は脅しかしら。もちろん今も録音しているわよね。はい、もちろんです。違うって、脅しじゃなくて、パニコは学歴もなくて薄給だから安心して生活できるのか心配してるだけだよ。あら、お優しい。でも安心して、あなたがいなくても。あ、いえ、あなたたちがいない方が安心して生活できますから。でもなんてったって、パニコちゃんはあんたの 2.5 倍の給料もらってんだから。は？なぜそれを。親方の父親は亡き夫の親友だって言ったの覚えてないのかい。親友がね、息子の会社に有能な事務員が入って営業も任せたら仕事がバンバン入って経営がうなぎ登りだから、その子を離さないように能力に見合った給料を渡してるらしいって教えてくれたのよ。え、親方がそんなこと？あなたは有能よ。だからこの人たちは嫉妬してるのね。離婚して自由になりなさい。私も親方もいろんな土地の知人があなたを守ってあげるから。言ったでしょ、陰ながら見守るって。おばあさま、あらやだ、あやめちゃんって呼んで。ありがとうございます、あやめさん。じゃーん。あやめちゃん、私離婚して出ていきます。パニコ。あー、言い忘れてたけど、この家は私の名義だから返してもらうわね。え？孫と嫁のためにと思って税金も私が支払っていたけど、夫が残してくれた大切な家にあなたたちみたいな人間を住まわせておくわけにはいきません。そんな1ヶ月以内に家を出て行ってちょうだい。ついでにこの町からも出て行ってくれるとありがたいわね。もっとも、ここいらの賃貸のオーナーはほとんどマブダチだから、あんたたち2人とも入居は許可されないと思うけどね。嘘でしょ。なんで俺まで。妻を守れない男には当然の報いだよ。そんな、謝るから俺はママの言うことを聞いただけなんだよ。妻どころかママも守れないんじゃ終わってるね。いしし、言うわね。こうして私は
姑と夫から離れることができて、慰謝料も受け取ることができました。夫と姑は家を追い出されて、近場で家探しをしたものの、大姑の言う通り断られ続けて、遠くの町に引っ越していきました。さらに夫は公務員という仕事柄、職場にいられなくなり退職。今は再就職活動しているみたいだけど、先行きは明るくないようです。私は離婚後一人暮らしに戻りました。今でも大姑いや、あやめちゃんとは仲良しでお茶友達です。新しい恋は始まりそう。え？あ、いや、まだそんな気には。恋の傷は恋で癒さなきゃ。私はいつでも恋してるわよ。え、恋してるの？おい、あやめちゃん。ほら、彼が来た。それじゃあまたゆっくりお茶しましょう。うん、今度は詳しく聞かせてね。まだまだ若いあやめちゃんに負けないように私も頑張らなきゃ。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。